気仙沼は大きい船がいっぱいある町でしたけれども流されてしまって、これから漁業を復興させていくために何をしていかなければいけないのか、でその中でどういうことができるのかっていうのを考えていければいいなと思います。